さて、今回は皆さんの大切な人が病気になったり死の宣告を受けた時にどのようにすればうろたえないで、対処できるか、どのようにすればうまく自分が関わることができるかっていうお話をしたいと思うんですね。皆さんの中にも過去にそういうことがあったかもしれないし、今後起こりうることが、十分ありえますよね。でその時に、どういう考え方が必要かなと思うんですね。で僕は心理カウンセラーとしていろんな人たちが皆さん言われるのが、大切な人が亡くなった時にもっとこうしてあげればよかったとか、ああいうふうに対応してあげればよかった、こんなこともしてやればよかったって皆さん、その心残りがあるって皆さん共通して言われるんですね。だから心が残るわけですよね。だからずっとそのことでこう後悔する。例えばね、ここにも書きましたけど、がんの宣告を受けた時にまだ初期段階だった、元気だったんで、もっと旅行に連れて行って楽しい思い出を作ってあげられたのにとか、あんな強烈な抗がん剤を勧めたからこそ逆に死を早めちゃったんじゃないかなとか、もしくはね、あのコロナ禍でね、こう施設に入れた方が安心だと思って施設に入ってもらったけど、やっぱ家族が力道するんでね、でもそれから面会ができなくなって、母の認知がすごく進んで、施設に入れたことは私良かったんでしょうか、あれだけ愛してくれたお母さんをあれだけ認知を進めてしまったのは私のせいじゃないでしょうかって自分を責められる方とか多いんですね。もっと母と会話をしとけばよかったとか、それとか奥さんのあなたちょっとって言った時には忙しいんだよって言って、で妻が亡くなった後になんでちゃんと話聞いてやれなかったんだろうって、妻の残った映像を見るたびに涙が出て止まらないとか、やっぱりありがとうって自分は言えてないんですよねって、妻はいつもキッチンで家族のために料理を作って一生懸命ニコニコ笑ってくれてたのに、いつか定年ぐらいになったら温泉でも行こうなって言ってたのに、本当に大事だったのはあの普通の日々にもっとありがとうとか、逆に僕は妻が亡くなる時に何も問題なかったよ、私は幸せだったよ、ありがとうって言われて、もう僕はうろたえて言葉も出なかったんです。自分が言うべきだったんですよねっていう声を聞かされたり、もしくはペットロスでペットが亡くなった後もっと美味しいもの食べさせればよかったとか、あんな粗相したペットに怒ったけどそんなことどうでもよかったのかもしれない、っていうことを訴えられたり、皆さん誰もがこうすればよかった、ああすればよかったって言われるんですね。でそれはなぜかっていうと、おそらく僕は100点満点の介護や看病もしくは治療、パーフェクトなものがどっか世界にあるんじゃないかなって思って、100点満点自分がそこに行かないと意味がないと思って、そうできなかった現実のうろたえた自分だとか、おろおろしてしまった自分とか、頭が真っ白になっちゃった自分を責めるんですね。でもいいですか、誰もがそうやってカウンセラーのところに来て訴えるっていうことは、僕はそれが当たり前なんだと思うんですね。もし不測の事態が来て見事に AI ロボットのように対処にそつなくこなせるんだったら、それは立派かもしれないけれども、ちょっと冷たさも感じますね。もちろんすごく冷静に対処できた人が冷たいっていうわけじゃなくて、やっぱり達観したり準備する時間もありますからね。でも往々にして誰もがやっぱり不測の事態が来た時にうろたえるんだろうと思います。もし僕ががんの宣告を受けた時に妻がやっぱりおろおろしてくれるのを見ながら、ああ妻はそれだけ本当に愛してくれてたんだな、僕はそれも愛の形だと思うんですよね。だからそう考えると、人だからおろおろするし頭真っ白になるし、何もだから亡くなった後ってやっぱり落ち込むんですよね。そうやって、今頭真っ白で
何も考えられない。今日は何のために生きてるのか、いや今後何のために生きるのがいいのか。それはそうでしょう。今まで愛情を向かってたものが突然いなくなる。ペットでも人間でもそうですけど、普通の生活が変わるっていうことだけでも僕らはすごい過度なストレスを感じるんですね。それを愛情の対象が失うってことは、どんなものであれうろたえて当たり前、それが僕からすればスタンダードなんですよと。それを完璧に AI みたいにちゃんと対応できなかった自分を責めたら、ただひたすら減点法で、そうすると自分は何をやってたのって自分を責め続ける。それをもし亡くなった側の立場になったら、それを見てどう思うか。僕はこう思いますね。いやちょっと待って、うろたえてくれたりおろおろしてくれたからすごい愛を感じたよ、それだけ大事だったんだよねって。僕ならそういうのを微笑みながら旅立って、あとは残す人に、意外と誰もが行くとこなんだから、あまり苦しみすぎてはいけない、いつか待ってるよねって言って笑って旅立つぐらいな人間でありたいなって、まあね、思ってますね。どんな偉い人でもね、死にとうないって叫ぶこともあるわけですから、それはそれでいいと思うんですね。だからそういう意味で、どんな自分がうろたえても周りがうろたえても、それがスタンダードなんだというのは、今日の結論は、どうやったら対処できるかじゃなくて、しっかりとうろたえて、そしておろおろしてください、それが一つの愛の形じゃないですかっていうことで、自分を自由してほしいんです。そうすると自分の周りの人がうろたえても責めないで済みますよね。だから自分がパーフェクトできなかったことを、自分を責めてる人は誰かにもパーフェクトを望むわけですよね。いいんだよって、それで、そう思って、そして大事なことは、自分がいなくなった後楽しんでおくよ、やーいとさせ、楽しめないですって、わかります。どれぐらい落ち込んだらこれが抜けれますかね。でもね、僕はやっぱりそういう意味では子供から学ぶことって多いと思うんですね。子供って皆さん思われますよね。子供ってすごく彼らすごいなと思うのはね、僕は子供が小さい時に、パパ行かないでってすごい涙流されて、もう引き離してごめんねって言ってくるねって言って、その後 気がかりになりますよね。大丈夫だろうかあの子は。で帰ってきた時に妻に、今日大丈夫だったって言ったら、楽しくその後もケロッとしておもちゃで遊んでたよって聞いた時、その時は、それなりにショックだったと思うんですけど、今考えたらそうだよねって、それでいいんだよねって。だからそういう意味で、もし自分は大事な人を失ったのに笑ってる、今度自分を責めてしまってる人、それでいいんじゃないですか。そうやっていつまでも泣き続けるっていうのはあまり良くないと僕は思います。たまたまね、その、聞いたお話ですけど、インドでね、ヤマとヤミっていうね、まあ言えば、アダムとイブみたいな、聖書で言うと最初の男性と女性、インドの神話にもいるんですね、ヤマとヤミっていうね。でそのヤマさんが亡くなった時に、愛するヤミはずっと泣き続けて、その時にインド、の神話によると昼しかなかったんで、ずっと泣き続けるんですよね。ずっと苦しみます。そこで神様がかわいそうに思って夜を作るんです。そうするとヤマが亡くなったのが昨日になりますね。そして一昨日になります。そして1ヶ月になります。そして1年になります。そうやって徐々に徐々に日が越えることによって痛みが収まってくる。だからそういう意味ではしっかり、区切るっていうことも僕は大事なことなんだなと思うんですね。そしてきっと、朝が来るように笑ってほしいなって、そしていつか待ってるよっていう気持ちで、行かれる人は行くんじゃないかなと思います。今日の結論としては、子供からそうやってケロッと、笑うことも学ぶ必要もあるし、うろたえる自分を受容して許す必要もあるし、またうろたえてる人を、なんでちゃんとやってくれないのって、自分がちゃんとやろうと思う人ほどそれを他人に求めすぎると今度は責めちゃうかもしれないですよね。
AI じゃない人間です。落ち込みましょう、おろおろしましょう。そしてある時期が来たら子供から学んで笑って過ごせるあなたであられることを期待しています。今日のお話の中で何か、皆さんに得ることがあればなと思って、たくさんそういう人たちの相談を受けるんで、今日はそういうお話を取りました。いいねと思ったらいいねボタンを押して、またこういうお話を入れていきたいと思うんで、また登録を押してください。そして周りの人にずっとそれで苦しみ続けてる人がいたら、どんどんそれをシェアしてあげてください。何か誰かの力になるかもしれません。じゃあ今日はこの辺で。さよなら。